はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日12月25日よろしくお願いします。無料のランチボックスいただきましょう。おいじゃま、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポキって、デイリー確認していきましょう。はい、生前の食料を食べる5。ベンダーに発酵キノコスープを売る。デイリークエスト完了する。マイアラク倒す。ワークショップ獲得する。実弾弾薬を集める。発光したクリーチャーを倒すということですね。ウィークリーの方は明日明後日か更新ということでね。あとそうね、発光やっぱあそこでしょうね。まあ後で行きたいと思いますけど、まず先に発光キノコスープ多分持ってると思うんで、その辺もやっていきたいですし、はい。じゃあ、とりあえず始めていきましょう。よろしくお願いします。はい。発酵キノコスープがね、冷蔵庫が入ってるんで、これをまあ一つ取って、今食べるやつ取って、まず、生前の食料を食べちゃおう。生前の食料って、これでもいいんだよな。はあ、そうだね。いいね。はい。生前の食料を食べる達成です。はい。発酵した、敵、アパラチアンティークと悩んだんだけどね、フレディ・フィア、恐怖の館に来ました。これで、達成ですね。病気の発酵。まあ、この辺も倒していきましょう、行きましょう、行きましょう。はい。達成でーす。はい。お次は、ルイスバーグ駅のサバイバルテントのとこに飛んできたんだけど、まあ、せっかくなんで、ここのベンダーで、発酵キノコスープ売っちゃって、で発酵キノコスープ達成とガトリングガンに持ち帰って、ここにワイヤラークいるんで、ここで倒して実弾系の弾薬も集めながらワイヤラーク倒していっちゃいましょう。人数足りるかわかんないけどね。もう2体行ってもらわないと困るんだけど、いるな。はい。もう一体。もう一体はいないか。はい。あ、弾を落とさないか。あ、落としたね。はい。実弾弾薬を集める。達成でーす。で、マイアラクが一体足りなかったんで、川下りアドベンチャーのところに来ました。ここには5体ぐらい、ここには間違いなくいるからね。まあ、向こうにも2体いるし、こっちにももう1体いると思うけどね。はい。じゃあ次の場所行きましょう。はい。ワークショップ獲得する。ドリーソッツ自然公園。運よく空いてたんで、誰かがログアウトした直後だろうけどね。達成しました。じゃあ次行きたいと思います。おやおや、もうお戻りですか？はい。素晴らしい。驚くほどせん。まあ、これもデイリー扱いなんで、蜂蜜が、まあ、10個以上あったから、このクエストで。本日の出入りはすべて終了という感じですね。はい。まあ、そんな感じで、今回はこんなとこで終わっときましょうか。ね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。